ど、じゃあ、あーちゃんゆかりの、はい、同じ誕生日の初音ミクのものまね、できるんですか。やってみましょう。ミクだよ。今初めてしたんですか、人生で。今初めてやりました。いやでもなんかちょっとあのボカロですよね、初音ミクさんって。同じ誕生日だよね。そうです、8月30日。そうなんですよ。だからあの誕生日の時は結構ツイッターに誕生日とかがトレンドに入ってて、勝手に祝ってもらってる気分になるんですけど、こんな声してたんだ。これは拾えてきてる。あ、じゃあシリのモノマネします。あ、お願いします。これは何々です。あ、でもわかる。どうですか、ね、恥ずかしい、恥ずかしい。私あのペッパーくんできます。ペッパーくん。え、本当ですか。はい、いきますよ。何名様ですか。スシローの店、店頭にいるペッパーくん。アンドロイドがやりやすいです。やりやすいです。いや、やりやすいだけだって似てるから。特徴をつかみたいっていう、ね、そうですね。やりやすい、なんかモノマネ大喜利みたいになってきましたけれども、あのね、いやちょっといいですね、モノマネ面白いですね。面白いですね。ちょっと極めたらぜひこの後も。いやちょっとアンパンマンとカレーパンマンはリベンジしたいなって思ってるので、もうちょっと頑張って、初音ミクさん頑張ってください。ミクどうやったらあの声質になれるんでしょうね。いや難しいですよね。ミクだよ。ミクだよ。では引き続きよろしくお願いします。ここまでさやだよがお伝えしました。ご参加ありがとうございます。誰の真似でもない。誰の真似でもないです。誰の真似でもない。檜山さやがお送りしました。ぜひ20時からもムーンをお送りしますので、最新気象情報をご覧ください。では失礼いたします。